お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日からですね、新企画ね、やっていきたいと思います。ホグライダーをね、ちょっと極めたいなと思いまして、30日でホグライダーを極めますっていうね、まあ企画というか、まあちょっと目標と言いますか、まあそんなわけで、ちょっとこれからホグ動画を多めにね、やっていきたいと思います。前ね、ケンツが、ケンツ飯です。30日でウォールブレイカーが極まる男みたいな、そんな感じのね、企画をやってたんですよ。なので、まあパクってね、はい、30日でホグライダーが極める男だったというわけで、ホグ極めていきたいと思います。で、まあ理由としてなんですけど、クラロアリーグがね、今個人戦で行われてて、デュエル方式っていうのでね、同じデッキが使えないよっていう、いろんなカード使えないよっていう条件がね、ある中で、僕ホグだけ使えないんですよ。まあクロスとかも使えないんですけど、まあ他はある程度使えて、クロスはいらないなって思ってて、ホグがね、まあ最強ではないんですけど、めっちゃ強いんですよね。やっぱ安定感出る高回転デッキなので、ホグがね、めっちゃ下手なんですよね、僕。めっちゃやってるんですけど。なのでちょっとホグね、まあ動画化して、今ね、めちゃくちゃ下手なんですけど、30日後にはね、もうマルチ上位いけるように、やっていければなと思います。というわけで、クエイクホグね、このナイトテスラロケホ型でやっていきます。よろしくお願いいたします。さあ、まず初戦でございます。ホグ1日目です。マジで、ほんと初心者です。めっちゃ下手です。めっちゃやってるけどめっちゃ下手です。ほんとに初心者なので、多分皆さんのホグ使いの方の方がね、多分上手い人も多いと思うので、ちょっとね、頑張っていきたい。不甲斐ないプレイヤーもちょっと多いかもしれないんですけど、ちょっとお許しください。で、なんかバルキリーじゃなくてね、結局マルチ上位はね、やっぱ回転が大事っていうので、こうナイト型がね、多かったので、ちょっとナイト型でね、やっていきます。さあ、ここはまあ、ロキを出すよね。相手、インドラと、わあ、これ、バルーンとかだったら、初手からないだ高えな。うん。さあ、これ、ちょっとね、こんな感じで、こんな感じでね、受けつつ、ザップ来たらやだね。ザップ来たらやだね。もう来ないこと祈るしかないですよね。まあ、この防衛はまあ、悪くないですよね。さあ、ラム、アイゴレ、インドラム5なので、神器デッキですね。まあ、ロケット押しが相手が5なので、ちょっと生きるかな、みたいな。そんな感じ。うん、これ今、ホグ、ナイトホグ行きてえな、これ。ダメなのかな。ダメなのかな。多分ダメだよな。なんか、上手い人、イアンっていう、ホグ、めっちゃ上手いんですよ。前シーズンもホグで世界一桁。最後、ラスト J 勝ってたら世界一位とかだったね。ホグめっちゃ上手い人がいるんですけど、その方のね、ちょっとプレイとか見て学びつつ、やっていけたらなと思います。このロケホー5打たれるだけなんでね、ちょっと良くないですよね。いやでも、打ってくる。さあ、これ、また同じですよね。先ほどと。で、ラムが来るから、スケ出したかったんですけど、こっちに取っておきたいよねっていう。うん。で、多分、上手い人ね、こういうテスラをね、延命させるんですよ。いや、なんかもうすでに、すでに下手っすよね。ちょっと待って。なんか、すでに下手っすよね。え？これなんかもっとこう、ね、いい感じにやっていかなきゃいけないと思うんですけど、これちょっとホグいっちゃいますね。相手ラムなくて、絶対ランバーとユニットとかだと思うので、ある程度入りますよね。よい、トゲがいい。で、これはウッドスケとかなんですよね。上手い人マジで、このウッドめっちゃ打ちます。多分試合の中でウッドを使ってる回数が一番多いぐらいウッド使ってたんですよね。さあ。で、ロケホー展開も多かったね。ロケホーテスラ展開多くて、で、ここでウッドで回すんですよね。ウッドスケで回して、みたいな。よいしょ。で、ロケット押しをもう一回欲しいよねっていう。うわ、いい感じに当たんねえんだな。さあ、いや、いい。雰囲気だけはいい。雰囲気だけはね。待って、めっちゃいる。さあ、ウッド使って、もう上手い人、ウッドがね、上手い。マジで。待って、俺のアイスピーとかがあれば。やばい。待って、やめろ。お前やめろ、おら増えんじゃねえ。さあ、いや、意外と悪くない。ロケホ入る。おい、タゲ。さあ、テスラ置く。で、これアイスピーで延命したいんですよ、これを。アイスピーでいい感じで延命したいんだけど。いや、初戦勝たしてくれ。さあ、ちょっと5警戒で気持ち高めだけど、まあ5来るよねっていう言うのかもしれない。さあ、5来た。テスラ置いて、アイスピでね、寄せつつ、さあ、マジックアーチャー高めも嫌だよね。ウッド削りしていこうか。クエイクも打っていきてえよな。だんだん打っていきて。さあ、ここ当たる。いや、いいね。
で、相手のこれ、いや、ここの延命とかもね、しないといけないんですよ、絶対。絶対延命しないといけないんだけど。でもいい。良 いんじゃないこれ。これ美味しいよな。これ絶対美味しくて、これ今ホグライダー行くべきで、カウンターがすごい来るよ。アイスピソールべきやな。あーラムライダー一発多い。殴れ豚、豚ゴリラ。ナイス。ナイス、豚ゴリラ。ちょっと、スケート化して。ウッドだ。絶対今のウッドだったらうまいやつ。よいしょ。さあ。いや、耐えて。耐えて。テスラ咲いたから来るね。絶対来るよね。いや、でもこれ。え、ここを。やべ、待って、なんかミスった。なんか変なとこに出した。バカバカ、なんやこれ。いや、でもこれ。なんか、たまたま。ちょ、マジックアッチやめろ。あ、やめろ。事故、一発入った。バクバク。いや、でも勝てそう。いや、なんだこれ。絶対ね、もっと綺麗よな、みんな。よし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 。いや、いいんじゃない？いいんじゃない？いや、いい。最後だけめっちゃいい。最後だけめっちゃいい。めっちゃいいとか言ってたらやばい。待って、これラム釣れないとかある。アイスピで止めてあげて、ホグのウクエイクのダメージがわからぬ。よし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 。いやー、これで上達しますよ。めっちゃ上達しますよ。1試合目でこれですからね。マジで。いやー、ちょっとね、ヒヤヒヤしますね。ホグ大変ですね。というわけで、ちょっと2戦目ね、やっていきたいと思います。まだ1日なので、30日もあれば、もう、バカ上手くなってますよ。僕、スキーアイスピの使い方ね。もともとね、僕、コウモリとか、ゴブリンギャングが好きな人なんですよ。で、まあ、スキーとかアイスピとか、あんま使わないタイプの人間なので、このスキーアイスピがね、そこそこに下手なんですよね。さあ、拾っていこう。これはもう、ウッド延命一緒。うい、ナイス。いや、これ行くしかないよね。いや、行ったらダメだったな。これ絶対メガナイトで。あ、バカ。絶対バカ。うわ、絶対バカ。メガナイト。あ、終わった。絶対バカだったよな。おい、初心者出てるぞ、初心者。マジで。しかも、これ来た。なんだやだ。おい、プリンスやめろ。プリンスやめろ。プリンスやめろ。おい、やめてくれ。やめてくれ。いや、ワンチャン耐えれる。ワンチャン逆サイから、あ、逆サイのターンなんでやめてんだよ。マジで下手。これに限っては下手。プリンス出てきてね、ちょっと何か分かんなかったんですけど、よく考えた時にメガナイトでしたよね。あれバカだな。もう終わったもん。対戦もう終わったっすよね。マジでもったいないな。これで勝敗決めるってなったらね、ホグ序盤めっちゃ丁寧にいかないといけないですね。さては、お、待って、ワンチャル、マジでワンチャル、ワンチャル。もう一発。でかいでかいでかい。相手優しいね。俺に接待してくれてる。ナイス。さあ、ヤナアメザップ。あれ？ヤナアメザップだって。ちょっと話がちげえな。おお、待って、マジで来んな。よし。よしよし、一発、もう一発入るよ、これだ。あ、いい、ザップ。これでもさ、あ、ヤザップか。引きこもりてえなと思ったんですけど、引きこもれねえかもな。まあ、クエイク削り今から始めれば全然追いつけるんじゃないですか？知らんけど、矢沢くん。序盤本当はね、メガネとこう、キング起動してね、スキアイスピとかキング起動して追いつくのがまあ理想ですよね。やべ、なんか。やべ、待って、下手。ちょっと待って。とてつもなく下手。あと、最悪だ。このね、マジ。このプリンスと矢がね、矢ですね。意外ともね、追いついたんだけど、もう折れそう。追いついたんだけどさ、折れちゃうんだよな。あれってウッド2周か。よしよしよし。あ、じゃ、奇跡の、いや、ガチ奇跡だよな、でもこんなん勝ったら。どうやって勝てんだろう。ウッド欲しいな。ウッドでも、こっちで欲しいよ。おお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 おい、何やってんだよ。マジで。いや、マジで、思ってんすよ。わかる？思い描いてるプレイはあるんですよ。思い描いてるプレイはあるんですけど、そう、うまくはいかんよねっていう、まあ、ホグ、ね、2戦目ですね。いや、全然だな。ちょっと切り替えて、序盤気をつけたいですね。今みたいなの。もったいない。いやー、うまくなれんのかな。なんか、他はある程度は使えるんですけど、ホグだけマジで苦手なんですよね。なんか。で、上手い人ね、アイスピュット削りでしたね。無限ウッドでしたね、あと。思ったのが。ここナイトで拾うのかな。
これこういう疑問もすごい。ああ来たね、ゴーレムじゃん。いやゴーレムとかね、上手い人マジでホグで矢の雨型とかにも勝っちゃうからさ、意味わかんないんですよね、マジ。いやマジ意味わかんないですよどうやって勝つんっていう。うん、いてえな。ザップだ。いんな。まあ、取れねえ。あるでしょうって感じだけど、いっか。いいのかな？ん？違うの？ラバーか？これもしかして。俺が思ってんと違うの。一発？うわ、一発当てほしかったな。なんだこれ。ドラ、ん？ラバーっすね、多分。いや、相性いい。これめっちゃ相性いい。多分、ラバー掘りの、ファイボザップとかファイボなんですよ。その、ファイボじゃなくて、あれだったら多分相性悪いんですよね。やなめ。相性悪くもないかもしれない。もう狂撃。もうディガーが飛ばされるだけで死んだけどね。延命したいね。さあ、ケツラバとかワンチャン？逆サイド。そう、いやロケホーめっちゃ強いよこれ。マジロケホーバカ強いっすよ。テスラの位置とかマジでむずいな。テスラの位置むずくないっすか。どこに置いてもなんかうまくいかん気がするんだけど。いやこの下手くそアイスピなんやこれ。なんでそこで止めたんやって。で暇なんで。でテスラを残すことがマジで大事。でテスラを残すことがマジで大事って言ってんのに俺何やってんだよ。いやロケット押し残すこともまあ大事。ファイブザップなんでね。いや、これロケット集でにファイブ打たれるだけでちょっとやだな、でも。いや、でもロケットにファイブ打ちにくいからね。さあ、ファイブ使ってきた。ちょっとね、オシャンティーホグリーダー。行ってこい、行ってこい、行ってこい。よしよし。やべ、入れ。いいよ。で、今、ファイブサイドがこのロケット集最強っていうね、流れを作れるといいんだね。で、これ延命してあげて、当たり前に。で、ここでね、ホグを多分飛ばすんですよ。上手い人。こんな感じ？で、延命してあげて、アイスピからの？いい。え？いい。雰囲気めっちゃいい。まあでもこれめっちゃ買いにくい人っすね。正直。クエイクのダメージが知らねえからな。あれ落ちんのかな？ワンチャン落ちる。1、2、3。オーケー。これね、マジで相性がいいです。ロケット押し死なない。大型にはね、基本勝っていきたいですね。さあ、続いて。なんか目標としてはね、矢の雨とかバルーンとかにね、安定して勝てるようになりたいよねっていう。やっぱロケット押しがね、生き残れば防衛が楽なんですけど、生き残んない時の防衛がやっぱ大変っていうね、のがあるので、さあ、エレキ。うまい人、うお、マジ一生、あれで回してたんですよね。その、なんだっけ、手ウッド、一生ウッドで回してた。さあ、いやいいホグディ。さあペッカテスラですね。これね、あのタワーとテスラがねクエイクで当たんないんですよ。だから相手がホグの時とかのこの高めテスラっていうのはねマジで強いんですよね。クエイク避けにもなるので、なんならクエイクのメタまであるんですね、テスラとかゴブドリっていうのは。さあマジ上手い人一生ウッドだった。一生ウッドアイスピとケツロケホとか、これはスケアイスピで受けるのか、ここナイトで受けるのかみたいな、そういう細かいところちょっと知りたいですよね。うわ近いな。お、これでもこれめっちゃチャンスよね。うわマジか。でも結構コス使ったからな。マジかウッド打てばよかったな。バカ入るんじゃん。エレキか。あーマジかテスラか。クエクってばよかった。あー下手だぞ。矢の雨ザップでしたね。なんでだよ。これ逆サイホグブッパとか行きたいんだけどね。あんま良くねえのかな。上手い人は多分ロギホーから入ります。ホグねえから良くねえのか。いやこれロケット押し無駄になるもんな。絶対上手い人こんなことなんないんですよね。ドリルはスケアイスピウッドで防衛したいね。もうテスト置いとけばいいな。こういうサタ逆サイド。いや、もうここまで来たら同サイドだな。
クエク削り、いや全然いける、全然いけるよ、全然いけるよ。これ柳目だから端前でもいいかもね。あれさあ、ウッドは使ったらダメなんだよな多分。いやーやべ、こういう柳目相手にさ勝たなきゃいけないんすよ、間違いなくね。どう勝つと思いますこれ。逆歳っすよね、でも正解は間違いなく。今更ですけど入るんじゃない、入って祈り。うん、全然だよ。まあ、逆歳ですね多分。いやーこういうのに勝ちたいですね。上手い人絶対勝つ、100で勝つんで、ああいうの。よし、いやマジでね、あとホグだけなんですよ。ホグさえもっとこう上手に使えるようになればラストねワンピースが揃うと言いますか。あとね、あとホグだけね来ればもう僕もっともっと大会とかでも勝てるようになると思うんですよね。ホグだけね。よし、テスラボンちゃんはね高回転ドリルな気がするね。さあテスラボンちゃん、そうこれホグ生きてえよな。ロケット押し残したいね。ホグクエイク打つだけ刺さるんですけど、相手のテスラが厄介ですね。あ、これ惜しい惜しい。あーでもいい防衛だ。テスラがねマジで強えんだ。あのテスラがね、あの高めテスラですね。テスラって結構クエイクメタなんですよ。ゴブ取り、ゴブ折りと一緒で、その高めに置かれてしまうとタワーとテスラ両方にクエイクって当たんないんでね、そこがねちょっと強すぎてなかなか突破できないんですよね。さあこれちょっとアドを取ってますね、リアド。でもホグがね、さあウッド打つ、高めテスラをねどう突破していくかっていうのが大事な気がする。もうここはロケット欲しいんじゃない。早いね、おい早ぶってくる。テスラ置いちゃおう、テスラ置いてホグ飛ばしたいね。俺でもホグ飛ばして高め、もうこれだからまあどうにもできないんですね。これでも今位置当たったの。あれ待って、うちのテスラ優秀か。テスラ優秀すぎん。でドリルはスケアイスピウッドで、アイスピスケウッドで防衛できるんですけど、ウォールブレイカーが来るとやだよねっていう、まあ、アイスピウッドですね。そしたらこのタイミングでドリルが来るかもしれないんで、来たらホグ飛ばしたいね。まあ来なくても飛ばすんですけどね、ちょっと回転が俺の方が早いよねっていう。あれヤンキー攻めした、やばい、これが強い。うわー、ファイボでノックバック痛いね。テスラ置こうか。しっかり拾ってダメージ抑えて、いや流れはいいよ。ちょ暇だしクエク打っちゃおうかな。端前ロケホー相手嫌そうなんでね、ちょっと積極的これ一発許容していいんじゃない。いやスケースペで完封するか。やっぱ相手端前ロケホーすごい嫌そうですね、受け方がね。おおバカバカバカ、なんでそっち行くかな。ホグどうやったらそっち行くのよ。ね、ちょっと待って回転できた。端前ホグちょっとタイミング合わせてアイスピスケウッドで完封できます。アイスピスケウッドですね、これちょっと大事にね。おいテスラ出てくんな。さてファイボが来る、よしよし。でホグ飛ばしてアイスピスケで攻めクエイクが打ってもよかったかもしれないな。いいね、いやいい、アイスピスキー打っていいね。これホグ行きたいね、端前バルキリーか。いや分かってますね、でこれルート強制で。いやこのテスラがマジで強い、マジで強い、本当に強すぎる。
さあ、ISP。スケ、ウッド。ホグ。クエイク。いい。あるよ。あるよ。削って。バルキリー来る。ホグ。スケ。ウッド。いや、マジである。クエイク削りですね、もう。これ、無視、あんなの。あんなの無視。アイスピー。よし、ロケット押し残る。いや、マジである。あるよ、あるよ。これ、買ったんじゃない？買ったんじゃないんだけど、言うと負けるからな。さあ、早場削り来るけど、ロケ砲削り。アイスピー。すけ。打っとくね。やばい。やばい。待って、待って。打っと。やめて。やめて。耐えた。あぶね。いや、マジむずいっすね。ほんとに。ホグ、いやでもこれからちょっとね、マジで毎日、ほぼ毎日ホグ動画ね上げていきたいと思いますので、ちょっとねホグ一緒にぜひ皆さん上手くなりましょう。本当に使えて損ないので、超強いのでマジで、頑張りましょう。というわけで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価もねよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。またね。